皆様こんにちは。シエナウィンドオーケストラサクソフォン奏者の栄村翔吾と言います。よろしくお願いします。まずアルメニアンダンスなんですけど、この曲はたくさんサクソフォンにこういい場所が出てくるので、皆さん頑張って取り組んでみてください。もう時間があまりこう限られているのでピンポイントでしか言えないんですけど、まずは最初の、ホールアングレと一緒になる14番の部分です。コールアングレと一緒になってるんですけど、ここのコールアングレとよく息を合わせて演奏してみてください。それから、セカンドアルトサクソフォンに、後ろにこういうフレーズが出てきます。これともよくこう一緒に絡んでいけると、いいアンサンブルになると思います。もう一つは69番、打楽器からスタートする踊りの部分です。3曲目に値しますけど、この部分のところもサクソフォンソロなのでぜひ頑張って演奏してみてください道のこう向こう側からこう踊りながらこう来る人っていうのをなんとなくイメージしてますけど、真ん中にこうテノートが出てくる場所が何か所かあると思います。それから8分の5を2小節ひとまとめで感じると全体の流れがつかめるのではないかなというふうに思います。だん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 こう遠くに去っていくことをこう少しイメージしてみてください。それから最後になりますけど、最後の難しい場所、フリー要素357番というところです。ここではここの TF というものを使います。TF はファのキー、これを押してこれを一緒に押すとファのシャープになります。ファのシャープとファをこ うまくつなげるために TF というキーを使います。これをこ うまく使い分けていく と、指がスムーズに動くと思います。慣れないうちは少し難しいかもしれませんけど、よく交互に練習するような、例えばこういうことをこう繰り返して練習すると慣れてくると思います。これは見えないですけど、これをこう交互に演奏しております。こういうふうな練習すると、スムーズにそのうち指が慣れてくると思います。指難しくて指回しも大変ですし、曲としてもいろんな曲があって楽しいと思います。ぜひ頑張ってください。それでは